さあ、それでは推進フェスティバル最後のプログラムとなります。久保山五人太鼓保存会少年組の皆さんによります和太鼓演奏となっております。それではこの後和太鼓の演奏をお送りいたしますので、道場が開きましたら皆さん大きな拍手をよろしくお願いいたします。久保山五人太鼓保存会の皆さんです。それではただいまより久保山五人太鼓の演技を披露させていただきます。今を去ること約400数十年の昔、戦国時代の久保山、四国制覇の野望に燃える土佐の豪族長宗我部元親は、勢いに乗じて伊予の国大野ヶ原に侵攻。炎侵略を食い止めんとする伊予熊山の戦国武将大野直輔との大野ヶ原笹川峠の合戦を伝承し、復元創作された勇壮な先人の太鼓です。打ち方は先人の太鼓らしく、銃、鋭、激、すなわち柔らかく鋭く力強くをモットーに、守護神の大魔の仮面をつけ、観客席を仮想敵陣に見据えて威嚇しながら、各自思い思いの自由演技の神髄を通して見栄を切り、強く激しく打ち切るところがこの太鼓の最大の見せ場となっております。それでは400年前は戦国時代、土佐は長宗我部の時代、ゆっくり思い浮かべながら鑑賞の演奏よろしくお願い申し上げます。
5年生までの熊山御神太鼓保存会の少年組、ちびっこ組の皆さんですね。はい、横一列並べますか。はい、急な話でびっくりしたかな。うん、はい、並んで